青田昇は、兵庫県三木市出身のプロ野球選手、コーチ、監督、解説者、評論家。愛称はジ、ャジャウ馬。セリーグ初のベストナインを受賞している。娘は、元女優、元タレントの青田広子。尋常小学校時代は柔道を習っていた。楠木高等小学校に進学すると柔道部が、なかったため、野球に転校。旧生立川中入学当時は、 別所明の控え投手であったが、1940年に監督となった前川八郎により外野手へコンバートした。同年と1941年の春の甲子園に当時のエースであった別所と共に出場。1941年は優勝候補に挙げられるものの、2回戦で別所が骨折し、延長戦の上、岐阜商業に赤敗したが、青田は、 優秀選手賞を獲得している。当時から無類の強権で、立川中3年生人には、手榴弾投げ81メートル50センチメートルの記録を作ったという。1942年は卒業した別所に代わって、小林明良良がエースとなり、後年になって前川が、必ず全国制覇できたと悔しがるほど、滝川中学の戦力が充実していたが、 戦況悪化に伴い甲子園大会が春夏ともに中止となった。そのため青田は同年7月に17歳で東京巨人軍に入団。契約金は1000円、月給130円であった。同年の夏季は15打席で無安打に終わるが、周期では新人ながらリーグトップの打率389を記録。1943年は相手に研究されて不調に陥る中、 42打点で打点王のタイトルを獲得。打率223本類打0本は史上最低打率、本類打での打点王を獲得という珍しい記録となった。1944年には巨人軍を退団し、自らの志願で陸軍航空隊に入隊した。加古川戦闘隊に配属され、特攻隊にも志願するが受け入れられず、 結局出撃命令を受ける前に終戦となる。1945年8月15日に終戦の法を聞くとその日の間に高砂市の兄夫婦の家に徒歩で帰ったという。1945年9月に終戦後いち早く勧誘があった阪急軍へ入団し、9階に復帰。戦前の巨人退団時に戦争が終わったら巨人に復帰する約束を 読売新聞の勝利木松太郎社長と交わしていたが、巨人側の受け入れ体制が整わず、巨人から阪急に貸す形での入団となった。そのため、阪急入団時に契約金はなく、1948年の巨人復帰時も円滑に遺跡が実現している。1946年は、野口二郎とクリーンナップを組んで3番を打ち、リーグ11位の打率。 294を記録。ジャジャウマのニックネームもこの頃に付けられたという。この年に20本類打のプロ野球記録を打ち立てた大下博史に影響を受け、1947年には長距離打者への打法改造に取り組む。打撃コーチもいない中で、試合後バックネットに向かって、左手1本で200から300本もノックを打ち続ける自己流の練習を続けた。その結果、 打率は、233と大きく落とす一方で、リーグ3位の11本塁打と記録を大幅に伸ばした。第1次巨人黄門時代の打の主力3人。左から、青田、川上哲次千葉茂1948年、三原治総監督の誘いで巨人に復帰。復帰にあたって、1947年途中から、阪急の指揮を取った。 浜崎新次監督との関係を取り沙汰するマスコミもあった。しかし実際には、青田は浜崎にも挙手について相談しており、大打者である川上哲二の近くでプレーすることで、青田自身が体制することにつながるとして、巨人復帰に賛成してくれたという。1948年春の別府キャンプでは、青田、川上、千葉茂に、三原を加えた4名で、 旅館の地下室で連日バットを振りながら打撃の議論を行う夜の打撃研究会を観光し、どうしたらもっとホームランを打てるかの研究に没頭した。青田は後年、川上、千葉と集まると、あの時の打撃研究会がその後の日本のバッティングの基礎を作ったと主張して、はばからなかったという。同年に青田は川上と熾烈な本類な大争いを演じ、 1946年に大下が作った20本を抜く、当時のプロ野球記録となる25本を打ち、二人で本塁打を分け合う。また、この年は、打率も山本和と小鶴誠と僅差で争うが、閉幕試合の南海戦で三塁一山本の目の前にセーフティバントを決めて競り勝ち、打率306で首位打者も獲得、二冠王となった。 また初めてのベストナインに選出された。1949年オフに発生した三原監督排斥運動では、三原が青田をトレードで放出しようとしているという噂を信じて運動に参画。結局、三原は退陣して総監督となる。間もなく実際には巨人のフロントから出た青田トレード案を三原が阻止したことが真実であることを知った。 翌1950年春には、三原から、もし西鉄の監督になったら、一緒に九州へ行ってほしいと声をかけられるが、排斥運動での経緯もあって、青田はすぐさま横託したという。この年は打率、332、33本類が、134、打点と打撃3部門すべてで、チームトップの成績を残し、2度目のベストナインを獲得する。 投類数は29を数えたが、惜しくもトリプルスリーを逃している。同年オフ、三原の巨人対談、西鉄クリッパース監督就任に連れ立って西鉄に移籍しようとし、1951年1月20日に対談を表明し、1月23日に三原と首相の川崎徳寺立ち合いの下西鉄代表の西又次郎と契約まで取り交わす。その後、青田は、 神戸へ帰省するが、セントラル野球連盟の関西支社長だった、小島全平から、選手資格の剥奪をほのめかさりつつ、読売新聞の副社長、安田昌司と話し合うように勧められる。三原からは全く連絡がなく、不安を感じていた青田は、帰郷を決意し、小島と読売新聞本社へ向かう。本社の玄関には、後のセリーグ会長の鈴木隆二が待っており、 さらに応接室には、球団代表の宇野昌司をはじめ、監督の水原、川上、千葉、藤本、別所ら主力選手が顔を並べていた。その場で写真を撮られ、翌日の新聞には、青田が巨人へ復帰したとの記事が出て、2月6日、あっけなく青田の巨人残留が決定した。巨人時代の青田1951年シーズンは、打率、312ながら、 32本塁打と1 0 5打点はリーグトップで2度目の2冠王となり打率377を打った川上と打撃3部門を独占する。青田は最優秀選手は自分が取れると自負していたが記者投票で川上に敗れる。頭に来た青田はセリーグ会長の鈴木隆二に対して MVP を取れなかった理由を尋ねたところ MVP は記録だけではなく 品格も問われるのだ、と言われたという。同年秋に開催された日米野球ではメジャーリーグ選抜に対して青田は日本選抜チームトップの打率333を記録する。この大会でフェリス・フェインからメジャーリーグ投手の速球に振り遅れないためにバットを立てた方が良い、とのアドバイスを受ける。それまで青田はバットを寝かせた構えから大きく バックスイングを取り、その反動を利用してスイングしていたが、このアドバイスを受けて、再び打法の改造に取り組んだ。しかし打法改造は裏目に出て、1952年は、一転して不調に陥り、打率、260、18本塁打と大きく、成績を下げた。同年オフ、巨人は青田を、トレードで広島カープに放出しようとする。表向きは不成績が理由であったが、 毎年の契約公開でもめていた、球団代表のうのが、常々放出の機会を伺っていたこと、早稲田大学の長距離法であった、岩本隆の獲得に成功したことも理由であったという。結局、青田は、トレード話を、蹴り、B 級10年選手の資格を利用して1953年1月14日、洋末ロビンスに移籍した。 幼末に移っても引き続き3番打者を務めた。1953年はバットを寝かせる、元のフォームに戻すが、形だけ元に戻してもタイミングが合わず、打率、245、9本類だと、さらに成績を落とす。なお、この年の4月23日には、古巣の大巨人戦で、サイクルアンダーを達成した。1954年に入ると、ようやく復調し、 長く球団記録となった8月の月間13本類打を含む31本類打で3年ぶりに本類打を獲得するとともに、も、294を記録した。1955年も校長を維持して8月23日の大阪新戦では3本類打を放つも、延長に入って大崎光雄から支給を受けて、左手を骨折し、この試合までに放った17号から数字を、 伸ばせなかった。1956年は25本塁打、1957年は22本塁打と2年連続で本塁打を獲得するとともに、両年ともベストナイン外野手に選出されている。またこの間、1956年5月6日、川崎球場での対広島ダブルヘッダーで4、打数連続本塁打を記録した。 1958年は前半戦好調をキープするものの6月29日の対中日ドラゴンズ戦で2塁へ滑り込んだ際に左足首を骨折。全治3ヶ月の重傷で残りのシーズンを棒に振った。この年のオフ、西鉄の監督を務めていた三原が対応の監督に就任する話が進んでおり、機動力を重視する三原の構想から外れた青田は、 自由契約となる。なお、間もなく三原の太陽入りの話はマスコミにスクープされてしまい、西鉄の引き止めにあった三原は留任している。新人時代の監督であった藤本貞義から声がかかり、1958年12月30日に12年ぶりに阪急に復帰するが、左足首骨折の後遺症で十分な働きが、 できず、1959年12月11日に現役引退を表明した。引退後の1960年は、知人の会社に勤務し、1961年からは、放置新聞評論家を務めた。1961年11月15日、阪神タイガースの藤本定義監督が、来年うちへ来て、コーチとして助けてくれんかと要請し、青田がこれを受けて、 阪神のヘッドコーチに就任。藤本の片腕として補佐し、1962年のリーグ優勝に貢献。この時、青田の尊敬する三原が監督を務めた古巣、太陽と優勝争いを繰り広げ、青田は、とあるゲームの前に、三原最中という和菓子をナインに与え、惚れ、三原奥へとナインを知った激励したという逸話がある。しかし日本シリーズは、 水原シュゲル率いる東映フライヤーズに2勝4敗、1引き分けで敗れた。当初は1年契約であったが、藤本から次期監督の要請を断り、藤本と阪神の移住で、コーチとして1年契約延長し、1963年限りで阪神を退団。当時指導を受けた吉田義夫は、青田さんは教える達人でしたねと話している。 阪神対談後は毎日放送解説者を経て、西本幸男監督に壊れ、11月25日に阪急のヘッドコーチに就任。青田は西本に対して、なぜ自分をコーチに招聘したのかと尋ねてたところ、西本はコーチに就いた初日から選手に対して、この野郎、と怒鳴れるコーチはあんたしかおらんと答えている。西本にとって、小林米蔵オーナーとの優勝の約束を果たす。 ためには一国の猶予も許されなかったという考えからだった。1967年には球団初のリーグ優勝に貢献し、打撃コーチとして長池特使、山口藤尾、森本清志らを指導した。特に大学時代、スラッガーではなかった長池にバッティングマシーンで内閣への速球を打ち込む、猛練習を課してリーグを代表する。 ホームランバッターに成長させた功績が大きい。長池は引退後も自分は青田さんによって作られたホームラン。青田理論を吸収した長池は西武ライオンズの打撃コーチとして秋山康二にも同じ特訓を課して育てていった。阪急でも周囲の遺流を振り切り11月30日にまたも対談する。コーチとして一番遺憾のはその球団に長くおるということ。 自分の首を長く繋ごうとするために、監督の顔を伺い、取り入れることばかり考える。と語っている。阪急退団後は、日本テレビ解説者を経て、1971年10月19日に、太陽ホエールズのヘッドコーチへ就任。1972年は、シーズン途中でベッドをオる監督が休養したのを受けて8月31日から、代理監督を務めるが、 青田は成績を残すことができず、青田もまた体調を崩して休養となる。シーズン終了後に中部健吉オーナーから将来秋山昇を監督にしたいので、それまでのつなぎとして監督をしてほしいと要請される。青田は契約金はいらないが、リーグ優勝した際には日本シリーズの球団収入の20%を頂戴したいと申し入れ、 1972年11月14日に監督へ昇格。1973年はシーズン当初は優勝戦線に絡んだが次第に失速して結局5位に終わり10月24日に辞意を表明した。在任中はホームの川崎球場での試合と近くにある川崎競輪場の開催日が重なった時、打撃投資券通訳の小賀秀彦を呼びつけ、 掛け金を託して買いに行かせていた。当時のサラリーマンの初任給に相当する5万円で張り込むこともたびたびあり、予想が当たった時は小貝のご祝儀を弾んだ。選手のプレーに対して厳しい要求をする反面、試合終了後に選手個々のプレーに文句は言わなかった。サインもほとんどコーチに任せ、試合中でも赤鉛筆を舐めながら競輪の予想をしていた。 当時球団内にハンアオタの選手コーチたちがいて、故意にアオタのサインを無視したりしたと後に実戒している。太陽退団後は日本テレビ、ネットテレビ、ラジオ関東の解説者を経て、1979年シーズン終了後の10月21日に26年ぶりにヘッドコーチとして巨人に復帰する。当時の巨人は、それまでチームを支えていたベテラン選手の衰えが顕著であり、 次世代の選手の育成が急務と考えた監督の長島茂雄の意向だった。静岡県の伊藤スタジアムにて行われた伊藤キャンプでは江川る、西本清香取義孝、住光雄、篠塚敏夫、松本忠志ら若手選手らを徹底的に鍛えた。長島と青田は両人にとっても伝え聞いて知っただけの巨人が戦前に行った群馬県館林市の森んじげの キャンプをこの伊藤キャンプになぞらえたのだった。この伊藤キャンプは後に語り草となり、このキャンプのメンバーは1980年代の巨人を支えた主力選手になっていった。1980年に入って青田は週刊誌のサンデー毎日の取材に応じたが、1969年から71年の黒い霧事件で青田自身が 野球賭博と関係を疑われ、記者に対して、ピンボケ、勉強不足、バカ野郎、と罵倒した。数日後にその言葉が週刊誌に掲載され、大きな反響を呼んだ。スポーツ新聞なども大きく取り上げるなど問題が大きくなっていき、セリーグが調査に乗り出した結果、青田に処分が下された。これを受けて、1月18日に青田はコーチを辞任した。 以後は解説者、評論家として、日本テレビ、ラジオ日本、スポーツ放置、テレビ、東京などで活動する傍ら、ロシアでの野球指導に力を入れた。解説者としては、巨人 B 級のコメントが多く、映画、頑張れ、田淵くん、でも、青旗、昇るの名で登場。セリフはひたすら、巨人、巨人、巨人の連呼。おまけに、 周りのカメラマンから巨人って3回言うたびに1000円のリベートが出てるらしいと囁かれるとネタにされていた。切り口は非常に厳しく9回のご意見番の異名があった。江川すぐるの投球を見てテレビのスピードガンの147キロはオーバーだ。あれは145キロだ。わしの目の方が正しいと語ったことがある。そのことを島根大学教授だった。 橋谷博士がネタにしていた。一方で、打球団のファンで、アンチ巨人でもある段ン,ンやヤクミツルなどにも、おやすさんと呼ばれ、慕われていた。野球記者やファンが、初歩的な質問をしても不機嫌な顔をしたり誤魔化さず、誠実に答えていたという。また、大貞春の868本の公式戦本類打記録が、 世界記録ではないことを、ジョシュ・ギブソンの本類打記録を根拠に主張された時から、日本シリーズ29本、オールスターゲーム13本、日米野球23本、春秋オープン戦98本、東西対抗戦1本の、慶戦32本に加えて、現役引退後の試合の本類打も合算して、勘定していた数少ない、日本人の一人であった。妻が、年の信者で、 子供たちも全員同信徒であった。そのため、闘病中の1997年10月にカトリックの洗礼を受け、正式に信徒になった。洗礼名はヨセフ。1997年11月4日、肺がんにより死去。72歳没。戦術のようにクリスチャンとなったため、彼の葬儀はセイグナチオ教会においてキリスト教式で執り行われた。 2009年1月13日、野球伝道表彰者選考において競技者部門のエキスパート表彰で選出された。戦後長くクリーンナップを組んだ川上哲二とは犬猿の中のように言われたこともあったが、青田によると川上は非常に人見知りが激しいが、親しくなればとことん自分をさらけ出してくる人であると実著の中で紹介しており、実際、 川上が親しく話せる数少ない人物だった。また、1947年夏に当時神戸に住んでいた川上が、隣の家が空いたとして、地人格に居候していた青田に引っ越してくるように勧誘し、二人はその後一年半ほど隣人関係にあった。この頃の川上の生活を直接見聞きしたことが、青田のその後の人生で非常に役立ったという。 同期入団で6歳年上の藤本秀夫に対して3ヶ月ほど入団が遅かったために当初藤本と呼び捨てにしていたが監督の藤本貞義から呼び捨てはひどすぎると注意されお互いに風やん、青ちゃんと呼ぶようになった二人は気が合い50年以上にわたって中性交流があったという本類打を争った大下博士 滝川中学の先輩後輩の間柄であった別所竹彦と三人で毎晩のように銀座のバーを飲み歩き銀座の三悪人と呼ばれたという節目の記録その他の記録陸軍特別幹部候補生及び陸軍航空隊時代のエピソードが綴られている移行となった最後の著書戦前から戦後までのプロ野球23人の侍たちを紹介 1996年7月に文芸春秋で文庫化。ありがとうございます。